四国の方々をもとに、四国と関係のある方々、また県民の皆さんに最近に不快な思いをされたということで、佐竹知事は今月23日に秋田市で開かれた会合の講演で、過去に全国知事会の会議で訪れたことのある四国地方の料理について、メインディッシュがいいステーキだと思って開けたらじゃこ天です、貧乏臭い、酒もうまくないと発言しました。佐竹知事は今日の臨時会見で、不穏と不見識な発言でお詫び申し上げますと謝罪しました。